前回僕はケーブルクロスオーバーの解説動画をアップさせていただきました。で、その動画にですね、一つのリクエストをいただいたんですけども、でその内容がですね、ラットマシン、背中の種目であるラットマシンを使って片手ずつ行う、ケーブルクロスの解説動画を、お願いしますという内容だったんですけども、僕はですね、そのリクエストを見て、あ、そんな、なんていうんですかね、やり方もあるんだというふうに思って、ちょっとね、驚いたんですけど、まあ、これもね、アイデア次第だと思いますが、ラットマシンというのはですね、まあ、これですね、背中のために行う、種目のマシンなんですけども、バリエーションとしてはですね、まあ、こうやって引っ張ってきて、あのプッシュダウンとかもできるんですけど、まあ、これを例えばこういうことですよね、こうやって行うケーブルクロスになると思うんですけど、まあ、それはね、僕今まで一回もやったことはないんですね、ということでちょっとね、僕も、まあ、ぶっつけ本番で今からやってみるんですけど、やりながら、まあ、解説できる部分は解説しながらという感じで行ってみたいと思います。じゃあとりあえず、このバーを外してこれですね、ケーブルクロスやるときの、グリップをつけます。で、これを、まあ、引っ張ってきて、あ、重さが重すぎる、多分これ重りなしでピンつけないとこれ12キロになるんですけど、多分これでね、ちょうどいいかもしれないです。あ、ダメか、今ね、こう引っ張ってきたらウェイトが上に当たっちゃいました。ケーブルクロスのマシンはですね、滑車をね、2つかましてるんですね。ですので、こうこれだけの可動域で動かしても実際ウェイトの動く幅っていうのは半分ぐらいなんですよ。で、ラットマシンは滑車がね、1個でこう直で動くマシンですので、こんだけ動かすとそれだけこうウェイトが上に上がるので、このね、マシンのウェイトのこの動く許容範囲を超えてしまうということで、ここにですね、チェーンをつけてちょっとね、スタート位置をこう少し手前に持ってきてやってみたいと思います。ちょっとチェーンを持ってきます。これですね、実際プッシュダウンを行う時もスタートポジションからこう持ってくると、ウェイトが上に当たっちゃうものですから、こうやって鎖等でこのスタート位置を下に下げて行います。これ長いか、あ、こんな感じですね。じゃあここから、で、片手ずつ行う場合はですね、何かで体を固定した方がやりやすいと思いますので、ちょうどここにね、マシンがありますので、ここを掴んでやっています。こんな感じかな。で、ケーブルクロスの時の、解説でも言いましたが、肘をですね、肘の向きをスタート位置に向かって立てて、ここからスタートします。で、今右胸に負荷がかかりますので、ここがですね、一番しっかりと伸びる位置にちょっと体を動かします。この辺かな。これで一応ここに負荷が今かかってます。ここから、中心に向かって収縮させる、ストレッチ、こんな感じですね。あ、しっかりとね、大胸筋に負荷乗りますね。これはこれで結構いい種目かもしれないです。両手で行うよりもちょっとね、こう苦労させるのと同じぐらいこう収縮できるので、いいかもしれないですね。という感じですね。結構
張ってます右胸だけ。じゃあ、左胸参ります、まあ、左なんで今度は反対向きですね、ちょっとお尻向ける形になりますけど、ちょっとね反対もやってみます。はい、これでちゃんと両胸が同じような感じで、張ってます。結構収縮が強くできるので、片手ずつ行うケーブルクロス、結構面白いなと思いました。で、この、ケーブルですね、滑車が1つの場合と2つの場合だと、こうね、ネガティブでかかるこの引っ張られ具合っていうのがちょっと違うんですね。1つの場合だと重りが直にこうグッと落ちてきますので、こう重りの、ね、加速度が違います。ですので、一つの滑車の場合で行うプッシュダウンであったり、まあ、今のケーブルクロスもそうですけど、グイッと、ね、持ってかれる感じがします。滑車が2つかかっている普通のケーブルマシンよりはかなりネガティブがかかる感じがしますので、これはこれでですね、刺激が変わるなと思って、ちょっと今やってみて初めて思いました。まあ、ちょっとね変則的な種目にはなりますけど、これはこれでですね結構いいなというふうに思います。ケーブルクロスのマシンがないところでトレーニングされている方もですね、この種目はちょっとやってみる価値あるんじゃないかなというふうに思いました。まあ、体をね必ず固定してやらないとこう持ってかれちゃうので、まあ、これだとちょっと不安定かもしれないですね。どっかしっかり持って、行ってみるといいと思います。今日は片手ずつ行うケーブルクロスに挑戦してみました。まあ、とりあえず大胸筋に効かせるようなフォームでやろうとすると、今僕がやったような感じになりますが、ぜひですね一つの参考にしていただければと思います。ありがとうございました。